入れてもいい？ヤリイカ、ヤリイカ、え、これ安いじゃん。でもこれ刺身用なんだよ、すごくない？刺身用でさ、198円、めちゃくちゃ安いと思って。イカもいいよね。じゃあちょっと私初めて作るんで一緒に作ろうよ。いや、加熱、いや昨日買ったから大丈夫っしょ。あと石窯モーニング、なんか美味しそうなパン、これにかけて食べようと思って。美味しそうなパンじゃない？私ね、パンあんまり買ったことないけど、これ美味しそうだなって思って。あ、間違えた、イカじゃなくてタコだったね、間違えちゃった。初めての、間違えたかも。じゃあとりあえずタコ、あ、そう、エビもある。これ洗う？一回水入ってないし、洗ったら油でねおかしくなっちゃうから。なんで急に閲覧増えたの？私今日100人ぐらいしか来ないなと思った、絶対に。でまず牡蠣を突入。あれ、確かブロッコリーがある。今起きたけどまた寝ます？絶対寝ないでしょ。これイカ全部使うか、全部使う？いや、洗わなくていいよ。うまそう。これ刺身で食べれるんだよ。これ普通に刺身で食べたい、この部分。この部分大好きなんですけど。夜は配信しません。あのさ、あ、そう、てか今日本当はさ、あのあきこママの店に行きたかったんですけど、
急遽、まゆ、明日あの旅行に行ってきます。急遽だからお酒飲んじゃったら怖いから、今日はいいや、明日ハニーと福ちゃんと旅行行ってきます。ハニー福と旅行で、あの友達と行くんだけど、友達がね、あの配信してもいいよって言ってたから、まあずっとじゃないけど、あのこれ大量だったかな。やばい。これで完璧じゃない？多分うまそうに見えてきた。流れがいい感じになってきた。で、これね、彩りいい感じだよね。で、どれぐらい入れるんですか？私今日あの友達と会うんだよな。こんなもん？どう？どれぐらい入れるの？ね。ニンニクいっぱい入れた方が。これどうなんだろう。いやー、どうなんだろうな、これ入れすぎかな。ストップ、これでいい。あ、すごい匂いが。 OK、それで終わり。で、オリーブオイル。じゃあ入れるよ。ひたひたぐらい。うわ、なんか大量に作っちゃったな。これどれぐらい入れるべき？うわ、なくなった。新しい、そうそう、残ったらペペロンチーノ作ればうまいよね、絶対。何にでも代用できそうね。だからいいんじゃない？多めに作っても。どれぐらい入れるの？見える？汁。
こんなもんでいいかな。足りない？うわ、買っとけばよかった。結構使うね、油。あ、これでいいっしょ。ほら、これでいい。あれ、バターあったっけな。あった。塩はどんぐらい入れるんだろう。どんぐらい。こんなもん。いや、多めだよね。え、でも大量だからね、これ見える、これ多分少ないと思うよ。じゃあちょっと火をつけたいと思います。じゃこれ火つけますね。そう、初めてのアヒージョ。え、ブクブクなの早いね。弱火？これどうすんの？弱火でやっていくの？これ弱火でじっくり。こんなもん。まあ、めっちゃいい匂いする。で、鷹の爪忘れちゃった。買うの忘れちゃったね。これ何分やんの、これ。なくてもさ、でも唐辛子ならあるよ。唐辛子、韓国の。普通にうまそうよ。いい匂いする。それで待つか。パンも買ったし、これはここで焼けばいいよね。準備しとく。あ、いい匂い。石窯のパン。ちょ、福ちゃん邪魔だ。
え、初めて食べる。ちょっと待って。なんか久々にさ、女子力高くない？久々に。これあ、ブラックペッパーとかうまそうじゃない？ブラックペッパー粗挽き胡椒も入れてみる。うまいな。これさ、ペペロンチーノ以外さ、何に代用で使えるかな。多分これ他にも作らないと量的に多すぎるかも。ペペロンチーノ以外のアレンジレシピない？なんか、あ、フライパンで。一般でやればよかったの。あ、危ね。あとさ、私さ、あのイベントバトル出てるの分かる？あの一応イベントバトル出てみました。あの一応参加してみました。蓋すると、いや怖い、溢れ出たら、溢れ出たら怖くない？蓋、うん、出ると思った。いや、なんかほらバトルとかでさ、あの挑まれて、あの勝った時さ、あのイベントあのトップだったらさ、出た方がいいじゃん。何が起きるかわからない。ニンニク多め、多めなのかもわかんない。なんか不思議、なんかブクブク言ってるんだけどさ、イカがまだ全然生っぽいんだよね。いや、これ弱火でブクブク言ってるからちょっと怖いわ。いや、バズさん来ないですね。バズさん、余ったのでガーリックライス、あー、いいじゃん。じゃあ小分けして、オリーブオイルって冷凍できるかな。冷凍していいのかな。まゆた、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。185さん引っかかってるけど何？
NG 引っかかってるけど。ちょっとこれさ、高すぎる。ここかな。減ってきた。あと何日ぐらいあれすんだろう。ミズニャンとペガコさん何日ぐらいこれ引っ張るんだろうな。いやマジでうまそうだな。美味しそうです。てかさ、冷凍のエビっていいね。ハマってきた。ストックしとこう常にエビ、うん、美味しそう。おしゃれだね。いや、いい匂いなんだけど、ちょっと味見してみてもいい？塩足りたかな？塩いる。パンに塗るのだ。わあ、うまそう。ペガコさんはね、何？え、入院してるってことはもう生まれるってことなんかな。あ、牡蠣もうまそう。牡蠣買って正解だね。野菜は、あーってかアスパラ入れてばよかったね。アスパラとかアヒージョっぽい。トマトとブロッコリーと、このなんかキノコ、マッシュルームで、イカ200円ん？うん。で、牡蠣150円。え、安くない？普通に。あ、なんかこれさ、水分っぽいのって野菜の水分が出てんだ。なんか水っぽくなってんだこれ。買ったよ、パンもね。あ、なんか増えてきた、汁が。なんか増えてきてない？汁。これあとどんぐらいで食べれるんだろう。え、正解が分かんないんだけど、どこで食べる？これどのタイミングで完成なの？マジうまそう。この